今シーズンを振り返ってみて、はい。満足いった点、満足いかなかった点、いろいろあるかと思うんですけど、増田投手にとって、どのような一年でした？コロナの影響で、ちょっと難しいところもありましたけど、入りは、よく入れたかなと思いますけど、自分の投球をするだけと思って、頑張ってましたね。無敗でセーブを史上3人目。同点に追いつかれたりっていうことはあったかもしれないですけど、この無敗ということに関しては、どのように捉えてますか？やっぱり悪い時も、負けというか、相手には、逆転されなかったっていうところでは、自分の中では良かったかなと思いますし、正直無敗っていうのは、考えられなかったですね。最悪同点までっていう思いは、時と場合にはあったんで、その面ではやっぱり逆転されなかったっていうところでは、その1年間振り返った時には良かったかなとは思ってます。33セーブというセーブ数についてはいかがですか？タイトルへの意識っていうのは最後の方にあったりはしたんですか？33セーブっていうのはまず、今まで143試合で、今までのマックスが30セーブだったんで、その面では120試合で33セーブ上げれたことは嬉しく思いますし、10月ぐらいになってラスト1ヶ月ちょっとってなった時に、ロッテさんの増田君であったり、ソフトバンクさんの森君が、ロッテさんはやっぱりちょっと少し低迷したっていうところと、ソフトバンクさんは勝ってましたけど、機会がなかったっていう面で、1位になった時に意識し始めて、そこからはもう、自分がセーブを上げればっていうところと、周りが上げるなっていうところの感情がありました。あと、増田投手が考える、クローザーをやる上でも大切な要素というか、資質というか、そういったものはどんなふうに考えてます？やっぱり、メンタルと体の強さじゃないですか。今シーズンも何回か失敗、今失敗っていうか、追いつかれた時とかもあった時に、もうやめたいなーっていう時も多々あったんで、でもやっぱりやらないといけないっていうふうに自分に言い聞かせながらやってましたけどね。やっぱりストレートに対するこだわりっていうか、そういったものはあったりします？自分の中ではまっすぐストレートがあっての自分であったり、変化球っていう風に自分の中でも組み立てたりしてたりするんで、やっぱそこはもう年が重ねていってもこだわっていきたいなとは思ってますね。やっぱり分かっていても打てないまっすぐを投げたいとはずっと思う。あと、その同級生でもあり、ドラフトボードでもある高橋投手が引退という形になりましたけど、どういう存在でした？ライバルとか、そういう。やっぱり入団当初は、やっぱり友美の方が、騒がれてましたし、その中で自分は、地味に頑張ろう。あまり目立たなく、成績だけ見たら、結構良かったな、みたいな風には思ってましたね、最初。でもやっぱ最初は怪我で苦しんでたんで、いずれ、一緒にもう一度、あのマウンド、あの試合というか雰囲気とかを一緒に分かち合いたいなとは思ってましたけどね。で、引退って分かってからは、やっぱり同級生同期っていうのはやっぱ年齢重ねてきて減ってきてるんで、一人でも多く頑張れればいいかなとは思ってますけどね。で、来年はどうなるか分かんないですけど、さらに来年に向けて、どんなピッチングを見せていきたいとか。そうですね。毎年変わらないんですけど、やっぱりチームに貢献して、一試合でも多く、勝利に結びつければいいかな、いいかなっていうか、結びつけるようなピッチングをしたいなとは思ってますけど。